日本国籍は日本国憲法大十条を受けた国籍法によって規定される。国籍法では日本国民たる要件を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとされている。原則として、父母両系血統主義を採用しているが、例外的に記事主義による取得及び帰化による取得も認められている。日本国籍は父親、または 母親が出生時に日本国民であったもの外国籍から帰化したものなどが有する。1984年までは、いわゆる不景血統主義であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。当該制度変更の際には、旧制度下の一定の期間内1月1日から1984年12月31日までに生まれた母系の者のに対して3年間の次元的。 経過措置が取られた。なお、天皇と皇族も日本国籍を有し、従って憲法第十条に言う日本国民である。ただし、天皇は憲法第一章により国及び国民統合の象徴とされ、参政権を含め一定の人権の制約を受けるため、主権者としての国民ではない。また皇族については、皇室天般その他の法律により若干の制限は、 あるものの一般の国民との際は本来大きいものではない。皇族の賛成権は皇族が戸籍を有しないため公職選挙法不足により当分の間停止されているだけである。しかし実態として皇族の権利や自由は大きく制約されている。これは皇族という特別な地位にあり天皇と同じように制限されるべきだという考え方が 市民の間で根強かったためであるとされる。出生、純正による取得国籍法では次の3つを出生による日本国籍取得の条件とし、これらの事例では自動取得となる。このほか純正による取得は届出により取得できるとしている。帰化による取得国籍法では、帰化により日本国民でないものが日本国籍を取得できるとしている。帰化には、 法務大臣の許可が必要で原則として次の条件を備える外国人でなければその帰化を許可することができない。日本人の配偶者や日本国籍をかつて有していたものの子などについては上記条件に当てはまらない事例でも許可することができる場合がある。また日本に特別の功労のある外国人は上記によらず国会の承認を得て帰化を許可することができる。 帰化が許可された場合官報で告示される。国籍法では、下記の場合は、日本国籍を喪失すると規定している。事故の死亡によって、外国の国籍を取得した時出生により、外国の国籍を取得した日本国民で国外で、生まれた者が日本国籍を留保する意思を表示しない場合他に、他の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、国籍を 離脱できるとしている。他の国籍と日本国籍を有する成人の主役二席者は多重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は他の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する胸の宣言をして他の国籍の離脱に努めなければならない。ただし、 日本国籍を選択した者が他の国籍を離脱しなかった場合の罰則規定はない。日本の場合、国籍法では国籍の取得方法等に関する規定はあるものの、国籍を国家が一元的、直接的に登録、管理、証明する記録制度が規定されておらず、国籍法に基づき作成、管理される、国籍簿が事実上の国籍登録であり、さらにそれに基づいて、 日本国政府所長より発行される日本国旅券が日本国外における日本国籍証明の役割を果たしている。特別永住者には日本国籍を所持していないことから当然日本国旅券は発行されない。日本国憲法は日本国民が宣言、規定する立憲主義であり日本における主権在民を明確にうたっている。公務員を選定し、及び これを罷免する権利は日本国民固有の権利としている。すなわち、日本では日本国籍を有する者の,のみ参政権があり、これは基本的には居住国に関係がない。なお、天皇はその地位の特殊性から主権者としての国民からは除かれる。日本国内において法制度外で日本国民のみ参加が可能であることを明記している。主なものは次の通りである。 党員を日本国民に限定している日本の政党及びを以下に示す。足部信義憲法 P86 朝日新聞デジタル皇族の人権どこまで目につく不自由佐国籍法第2条国民体育大会参加資格日本スポーツ協会2007年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ 2008年11月21日へ閲覧、ありがとうございます。